どうもテラリアンの皆さん、三星湯の中からこんにちは。ニュースのリポーターかな？台風の時のリポーター的な。こちらは、すごい、風です。わかってるんなら建物内で撮れってやつ。台風の時とかも外で撮ってるし、普通に建物内でよくねって思う。あれマジで謎なんだよな。光ってるやつ発見、網で回収。前に話してたやつか。これを光源ペットとして召喚できる。見た目も光る範囲も微妙感はある。まあ入手が楽なのがいい点だな。そしてカエルの敵からも武器ドロップ。これでプレハードの妖怪は、多分ドロップ品全部揃ったな。セントリー召喚系の召喚武器で、爆発するカエルを召喚するにょん。一回出して、爆発したら消える。召喚武器使ってる時の暇つぶしになるかもね。ミニオンに戦わせてこれれんだ。まあ当然、今回のメインはそっちじゃなくて、クプルフの脳みそ、こいつの撃破。HP バーがオーバーフローしてるんだけど、変異個体の脳みそかも。クプルフの脳みそは、クリーパーの数が普段より多い。HP も普段より多いな。逃げてる方向に来るのは卑怯。クリーパーとの挟み撃ちで死亡？普段よりも近くにテレポートしてくる。今のはその影響。かな？普通に事故みたいなとこあったけどな。事故率が上がってる的な感覚かも。あとクリーパーがいろんなデバフをかけてくる。操作反転とアイテム使用不可含む。ボス戦中に一番あっちゃいけないデバフじゃん。操作反転は受けたら負け確定だな。あとクリーパーが組織サンプル落とさない。あとクリーパーが減れば減るほどボスの速度とテレポ頻度が上がる。キングスライムみたいな特殊な強化ではなく、純粋に元の能力が強くなってるな。さっきまで魔法アシッドガンだったけど、こっちも結構戦いやすいかも。何にせよ貫通系の性能は必須だな。あとクリーパー、攻撃ヒットで変えるから、ぐるぐるしてればバリアになる。ただちょっと攻撃力足りないかも。明らかにクリーパーが減らない。あとそういえば、クリーパーの速度も超速いもんね。マジでだいぶ高速タックルしてくる。もはや悪質タックル。今悪質タックルよりもヤバい騒動になってるけどな。ネタにできないレベル。それなりにクリーパー減らしたけど、まあとりあえず戦いまくるしかないな。あとやっぱこのフレイルだとちょいきつい。弱くはないんだがちょっときついな。現時点の武器ならアシッドガン、貫通もして放射デバフもかけれる。これが一番雑魚減りやすそうだな。左の足場がないから、右上に2。これは有能クプルフの脳みそ。まあ脳しかないもんね。やかましいわクソが。乗りつツッコミ風ブチギレやめろ。ミラノ風ドリア的な感覚。ノリツッコミ風ドリア。ミラノ風ブチギレ。イタリア人がキレてるだけでは。ヨーロッパ行きたいけど飛行機乗れる自信がない。高所恐怖症極めてるからな。とりあえず国内旅行しまくろうかな。大阪とか沖縄北海道とか動画ストック頑張りましょうね。というかこの脳みそさ、マジクリーパー早すぎない？このシーン特に速度えげつないな。ボスの移動速度もだいぶえぐいし、こいつに苦戦するのは予想外。クプルフの脳みそ鬼畜化してるな。テレポートするときもテレポ先見てから回避が間に合わない。かなり近くに飛んできて、そこからかなりの速度で詰めてくるからな。テレポ先の運がだいぶ絡む感。脳みそガチャ SSR 祈るしか。課金して重力制御ポーション9万課金したら天井だろ。レスレリアーナのアトリエかな。正直押し来たら課金すると思う。課金のための動画投稿。結局重力制御も運ゲーかも。4分の1の確率で死ぬゲームだな。普通にこのままだときつい。一旦作戦変更。深紅の地で戦えるモッドボス、パーフォレーターズと戦ってみる。グラブロンの次のモッドボス、順番的には脳みその一個次だな。召喚するには深紅の地にたまに湧く、パーフォレーターシスと、ジュリの作った目玉焼きみたいな。マジでこうなりそう。ブルアカにジュリってキャラがいる。料理が好きな給食部の女の子で、作った料理が自我を持って動き出す。この説明、一切持ってないぜ。そしたらシストを壊して、パーフォレーター戦、やってみる。正直前シリーズで戦ってた時、あんま印象強くないんだよな。雑魚を大量に出してくるはず。あとは今みたいに上に上を飛ばして、重力でその弾が降ってくる攻撃、イコルと失血の2種類あるにょん。今のところだけど、まだわからないけど、こっちの方が勝てそうな予感。こっちの方が何をどうすればいいかわかりやすいな。HP がある程度減って、雑魚来た。このボスは3種類の雑魚を HP に応じて出してくる。全部ワーム系で突進パターン。最初に出てくるのが小型パーフォレーター。3種の中で一番移動速度が速い。次に出てくるのが中型パーフォレーター。イーターオブワールドと同じで分裂してくるにょん。上に飛んでる本体がパーフォレーター配布。4種合わせてパーフォレーターズだな。HP がある程度減ると配布が、残留する弾の攻撃もしてくる。なんかちょっと見た目がキモい。飛ばしてるのは単純らしい。実質ゲホってこと？そういう例えはやめろ。忘年会シーズンみたいな量。横浜駅で見たことある。
武器変えてみて改めて、パーフォレーターズの方やろうか。正直戦ってみてる感じ、こっちの方がまだ勝てそう。戦いやすい感じはあるよね。ハイブ用にウェイウォーター、玉出す魔法、ワーム用にアシットガンで再挑戦。ワーム系の敵だからな、貫通武器は大事だぜ。現時点で無限貫通の武器ない？あったらさすがに強すぎる。それあればまだ、脳みそ楽。まあでも思ってた通り、アシットガンがワームに刺さるな。脳みそよりイーターオブワールドの方が楽説。でもお前あいつ一番苦手じゃん。バニラの状態でも苦手、弾飛ばしてくるのが苦手。まあそれで考えたら、むしろデニス世界でよく勝てたな。まあ実質はめて勝ったからなんとも。いやでもこっちの方が希望見えるかも。あと私一個撮影時ミスったんだけど、この撮影してるの睡眠導入剤飲んだ後なんだよね。不眠症持ちウプ主だからな。リアルデバフかかってる状態。なぜそんな時に録画始めたのか。ヒント、撮影日が前日。ただまあそれをなしにしても、脳みそに勝てる気はしないけど、3回連続で逃げた方向を先回りするスプルフの脳みそ。背後にしか飛ばないとからしいけど、やってる感覚そうでもない気も、ちょくちょく正面にも来るよな。それで何戦かしてローグに装備変更、C フォームボムで戦ってる。これが一番やりやすい気するな。HP を今までで一番減らした時の移動速度やばすぎね。今明らかにおかしかったよね。ある程度慣れてきたとか思ってたけど、この最終盤の速度やばすぎ。墓壊すのめんどくさくなって画面が墓場になってきた。いや待って、この速度やばすぎる。完全にぴったり張り付いてきたよな。今の私の最高速度の倍以上の速度で動いてるよね。マジでエグい移動速度してるな。マジでこうなったら完全運。左側来るな、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 左側来るな。祈りが通じてるな今。クリーパーは残り少ないんだけど、左側行け左側行け、右側来るな、右側来るな、右側来るな。ガチでスーパーお祈りゲーで笑う。マジで運すぎない？進行方向来たら絶対に回避不可能なんだけど、本当にエグい速度してるよな。車との衝突事故映像。テレポートするタイプの車。 HP7000 切ったあたりから最高速度、明らかに追いつかれる速度だよな。そろそろ左切り返したい。待って、ここギリシンクの外かも。一瞬えげつない速度してたな。マジでここまではいけるんだけど、この速度の対処法がほんとわからん。マジで速すぎるんだぜ。砂で加速するブーツ使うとか。それで追いつかれたら本当の罪だな。海外の飼ってる動画を見たら、規定までくり抜いて一生落ちながらアダマンタイトの弓で戦ってた。アダマンタイト？フォーザワージーの宇宙の星にはプレハードの時点でハード鉱石がある。それ使えば超楽に勝てそうじゃね。でもそれ今掘る手段なくない？って今検証するまで思ってたんだけど、カラミティ環境だとサメのツルハシパワーが100のままっていう。てのを結構前にコメントでもらっててずっと検証してなかった。なんだかんだちょくちょく忘れてた。まあ最終手段かな。ちょっと最後にまたパーフォレーター戦、こっちの方が勝てそうな気はするけど、勝利編は次回ってことで。撮影が前日な都合もあるだろ。前日の2時だからね。これ最近録画ストックが切れまくってる。切れてないっすよ。切れてるって言ってんだろうが。まあ旅行行ってたのもあるけど、このボス2つ武器あった方が楽かな。ワーム処理用の多弾ヒット特化と、本体のハイブ用の単体攻撃武器だな。まあこいつとの本格的戦闘は次回。脳みそマジでどうしようかな。コバルト掘るのが確実だが、アイデアをください。まあジューンライダーブーツはマジであり、あれで追いつかれたら本当終わりだが、さすがに大丈夫だよね。やっぱ脳みそよりこっちやりやすいね。順番逆になった方がいい説。パーフォレーターズさん降格。浮上の方にはパーフォレーターズの対のハイブマインドってボスがいる。イーターオブワールド戦もしたいし、浮上の世界作るのも手だな。カットして、中型パーフォレーター撃破。次は絶対に大型だよね。もしかしたら高型かもな。学校と同じパターンの感じね。次出てくるのはさすがに大型。攻撃力、体力ともにトップで、結構速い突進をしてくるにゃん。これでパーフォレーターズの全メンバーで揃ったな。ここからさらに HP が減ると、大型、中型、小型の順で出てくるにゃん。あんだけ小さい巣の中に6匹もこいつらいるの？体超縮めて入ってる説。満員電車かな？絶対にこいつの方が楽だわ。アドレナリンも溜まったし、このまま戦ってれば勝てそうだけどね。フラグの回収にやってきました。ご丁寧な回収ありがとうございます。とりあえず次回、パーフォレーターズ戦、脳みそはちょっと一旦放置で、あの移動速度マジでどうしような。万全な時に戦い直します。それではご視聴ありがとうございました。